9敗の本気スペインに勝った森保、またも最評価路線来た。森保最評価路線。大岩の勝負弱さは異常。伊藤を欲してる時点でこいつは何の決定権もないただの操り人形だってのがよくわかる。伊藤を最後まで残すべきだと主張したのは森保です。大岩は采配ミスしてないから大岩の方がいいわ。森保は左右の連動を意識してないし選手の組み合わせも考えてないし、交代のタイミングが遅かったり采配ミス多すぎるから好きじゃない。普段はスポーツは結果が全てみたいな論調をよく見るけど、森保に関してはなぜか本質を見ろみたいな論調が多いな。結果ならダブル杯はベスト16でこれまでと変わらず、アジアカップはボロ負けなんだよね。それな、いい加減一部の試合の結果ではなく大会の結果で見ろよな。変わらずベスト16なら悪くないやん。ワールドカップベスト16常連国ってそんなないぞ。まるで森保がとんでもない無能みたいに触れ回ってる人多いけど。甘えるな。優勝以外認められてないから人気ねえんだよボケ。ドイツ戦とスペイン戦も勝ったという結果だけでこれだけ評価されて続投してるんだから、世間も逆さぽも JFA も甘々やろかお。みんなダブル杯でドイツ戦とスペイン戦に勝ったという結果を過小評価しすぎやろ。これだけの大金星を続けてあげた監督で日本代表してくれそうなの他に誰がいるねん。何の準備もしてなくてその場しのぎで5バックにしてみたら選手の奮闘でたまたま2戦勝てただけだろ。直近の強化試合で3バック試してるし、プランはもともとあったろ。選手を過大評価しすぎてるサポやメディアの批判記事や誹謗中傷するせいで、貧乏くじの罰ゲームになってるのが今の日本代表監督。